小侍書は、鎌倉幕府、室町幕府に設置された機関の一つで、将軍に禁じして御家人の宿直、愚部,部を管理して将軍を呼びその後所の警備を統括した。鎌倉幕府においては別当を長としたが、室町幕府にはそうした役職は存在しなかったと見られており、便宜上において書士と呼ばれていたようである。上級元年の三大将軍源実朝暗殺に、 対する反省から、新将軍に予定された九条三虎の警備のために、同年7月28日に、侍所から分離して設置される。初代別当は、北条十字。鎌倉幕府においては、別当には、北条氏一族の有力者が任命され、その下に、諸市以下の諸役が置かれた。小侍書では、番長を作成して、 これをもとに1日一晩の宿直にあたる番役や将軍外出の際の具部人の選定を行い、その最速、統括を行った。こうした役職の選定には、代々幕府に仕えていた、東国御家人の一族であるという家柄が重視された、他、キューバ、ケマリ、還元などの諸芸に通じていることも考慮されたため、これに選ばれることは名誉であるとされていた。また、 小侍所の中でも特殊な例として、恩苗詩の存在が挙げられる。これは、サネとも暗殺の際に、言葉上皇の命によって、書式を奪われて事実上の追放とされた、サネとも近次の三名の恩苗詩を、小侍所の職員としたのを講師とし、将軍や幕府のために、恩苗堂の儀式を行っている。三名は、 上級の乱においても鎌倉法勝利のための祈祷を行い、乱後に下校した安倍国道やこれ宗文言と共に鎌倉御明氏の基礎を築いた。室町幕府においても職将はほぼ同一であったと考えられているが、別当、諸子などの区別がなく単に小侍書と呼ばれて、弁宜上においてその長たるものを諸子と呼ぶ場合もあった。 足利氏と近い関係がある有力守護大名が任命され、侍所と共に、両侍所と呼ばれていた。月は、旧暦表示以後は不明、赤沢春彦、鎌倉期官人恩苗氏の研究 P340 から341。ありがとうございます。